別府競輪場は大分県別府市にある競輪場。施設所有及び主催は別府市。競技実施はジャカ西日本地区本部九州支部。電話投票における競輪場コードは86。別府競輪場は1950年に開設された。記念競輪としてオランダ王国有好杯が毎年11月に行われている。 過去には1991年、1992年に、ふるさとダービーが2008年には、東西王座戦が2019年には、初めての GI 競争となる、読売新聞社杯全日本選抜競輪とサマーナイトフェスティバルが開催された。今後は、2023年3月18日から21日に、登場では初開催になる、ウィナーズカップの開催が決まった。 インターネットによるレースのライブ中継の歴史は古く、1997年5月の記念競輪で試験導入した。2005年10月より、バンク及びメインスタンドの改修工事を行い、翌2006年11月に完成した。2012年11月3日から5日までの開催では9時からだよ。全員集合。として午前9時に第一 r 発送とする。 モーニングレースを実施している。2016年12月から選手宿舎及び管理関係施設の改築により2017年9月まで本場開催を急模様した。その間にバンクの再改修工事とミッドナイト競輪の開催も視野に入れたナイター競輪の設備を設置し、2018年1月23日からの開催よりナイター競輪の別府ワクワクナイトレース 同年2月13日からの開催より、ミッドナイト競輪が開始された。2018年には、元柔道家で、タレントの篠原慎一を、別府競輪遊客プロモーションキャラクターに起用し、競輪 PR サイト、鬼格外も開設した。マスコットキャラクターは、ユボート、マー君。トータリゼータシステムは2015年11月20日より、日本トーターを採用している。以前は、 富士通フロンテックを採用していた。2011年10月10日の開催から、手芸活式投票にあたるチャリロトを発売しているが、2012年11月開催から、グループ開催方式による発売へ移行するため、現行のキャリーオーバーによる発売は、同年11月5日を最終日として、一旦終了することになり、最終日は、特例として書く、け式で、 キャリーオーバーがあった場合は一つ外した目でも、適中の扱いとしていたが、適中者のいなかったチャリロトの4756,050円、チャリロトセレクトの3,700円は、別府市の収入となった。11月12日の開催より、キャリーオーバーを共有する、グループ G としての発売となり、豊橋競輪場、熊本競輪場、小倉競輪場、 松坂家林場と共有している。なおキャリーオーバーの対象外である、ジャリロトさんは別府単独で発売される。一周400メートルのバンク。コーナーの曲線はレムニスケートを採用しているが、改修工事によって直線が若干短くなったため、全体的な癖は少ないと言える。三コーナー側はバックストレッチの裏を通る道路を挟んで、海が面しているため、 風の影響に注意が必要。なお、大画面映像装置はバックストレッチの3コーナーよりに設置されている。別府温泉のお膝元であることから、城内敷地にも温泉施設があることで有名。別府八温泉道参加施設である。スタンプは、競輪温泉の番代人が、不在の時は、別府競林場の入場も案内所にてスタンプを押すことができる。 2018年までは、ベップ 8U ユ,ユケムリカップとして、毎年5月に開催され、それにちなんで、開催2日目のシード優秀競争には、イデユ賞の名称が付けられていたが、2019年からは、オランダ王国優好杯と入れ替わる形で、F1 シリーズに降格となった。ベップケイリン、インターネットライブ中継スタート、ケイリンニュース、配信7月11日ベップケイリン、 夜間開催へ、し、ファン開拓目指す大分合同新聞、2016年12月9日、来年1月から、別府経林で、ナイター、ミッドを開催、西日本スポーツ、2017年10月24日、別府経林ナイター名称決定。別府経林、2017年9月27日、AB 平成29年度、別府経林後期開催日程表新設。 ベップミッドナイト競輪2月13日スタート。日刊スポーツ。2018年2月2日鬼にあつ。簡単譜、篠原新一オフィシャルブログ。夢こと実行。2018年8月1日。ベップ競輪 PR サイト。鬼にか外ベップ競輪場コース。情報オッズパーク競輪岐阜競輪出走表。ベップ競輪場。2019年1月1日。ありがとうございます。